はい、皆さん、こんばんは、えーとですね、本来は今日は、ね、チュライフサポートの時間なんですが今日はです、ね、なんとあのチュライフサポートのメンバーが誰も来れない <laughs> ということで急で、ね、あの,急遽あのチュライフサポートのはドクター版1時間バージョン」ということであのお送りしようと思いますけれどもよろししくお願いします、えー、とこの番組はです、ね、あの4人のドクターが健康に関する知識や医療情報を楽しく発信する番組です。 で、ちなみにですね。今日の医療情報発信、コメンテータードクターは私えっ、ー、と中部特集会、ベンチャ病院の仲間です。よろしくお願いします。まあ、ね、あの今日はですね。あのまあ、ツイキャスご覧の方はですね。まあ、隣に稲、ね、穂のお面の方映ってると思いますけど、まあ、気になる方はね。あのツイキャス見ていただければと思います。けれども、このお姉さまとあの2人でちょっとお送りしようと思います。まあ、この方がね。どなたかはね。また後ほど。あのー。 紹介しようと思いますけれども、はい、えー、それからですね、えっとこのあのこの番組の協賛はですね、あの近郊にある熊の看板の奥間クリニック、沖縄市の歯の健康を守る室川ファミ,ファミリー歯科、自宅に親しみのある医師が伺います。若クリニックのご協力のもとでお届けしております。またですね、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは761アットマーク fmkosa ドット jp 1> 1ですたくさんのご意見おお待ちしておりますまたですね、f m カ a、Z、のホームページ、YouTube からも見ることができますので、まあ、そちらもお楽しみください。まあね、あの早速ですね、あの隣にいらっしゃるあの女性の方と絡んでいきたいんですが、まず一旦はちょっと CM お送りいたします。 フリキャスで始まったというのはやってますか <laughs> はい改めましてこんばんは、えっと、チュライフサポートなドクター版1時間バージョンで、今日はお送りいたします。ということですね、今日はね、私、あのま、中部特殊会病院、茶団病院の仲間がお話ししておりますが、あのま、私1人で1時間ってつらいので、まあ、これもね、実は急遽お願いしたんですけれども、あのゲストをお呼びしております、えっと、私のお隣にいらっしゃる方ですか、加用かりんさん。 申しますちなみに、佳代さんは、ね、どんな人かってことで、た多分本当でツイキャス見てらっしゃる方はどんな人だと思ってらっしゃると思いますがあの何、何をされている方かご紹介していただいてよろしいでしょううかはいいありがとうございます皆様、はじめまして、私は沖縄県でご遺体管理専門会社をしております、株式会社面影の佳代かりんと申します。<laughs> よろししくお願いいたしますあちなみに加用、ね、さんと私はふ、まあえー、普段から実はわりかし、あのーまあ、仕事の面でちょっとやり取りがあのいろいろありまして <laughs>、はいね、ちょっといつもよりおすましな感じでしゃべってませんかいやいやでも私もともとバスガイドでしたからこういう時はしっかりとこういうふうにしゃべらないと <laughs> あなるほどですね。 ちなみにあの今日のテーマはですね、はい、あの私、仲間とですね佳代さんとでお互いを褒め合うという <laughs> <laughs> というこの表テーマを最初にご紹介していただいたようにあの遺体管理士というお仕事をされている、はい、まこのお仕事が何かとそれからあの遺体管理士という言葉からもあのお分かりになるように私はそのね訪問診療医医師として働いてますけれどもまあその中でねあのおみとり をする患者さんでお見取りをさせてもらった時にその時に本当に協力いただいているということになるんですけれどもお見取りの話とその遺体管理士という仕事がどういうことかというところについて1時間たっぷり使ってお話をしていかせていただければと思いますがまずちょっとよろしくお願いします今日お互いを褒め合うっていうそれはいつも比較的いつもなななるほどんか僕のこと褒めてください えっと、あでもあの声はすごくいいと思います <laughs> あのそれから入っちゃいます、ね <laughs> あの、これね、あのあのラジオをお聴きの皆さんね、あのこの加陽さんがね、あの僕のこと、過去になんて言ったか知ってますか過去にひどいこと言ったんですよ。<laughs> あね、あの、なんて言いました、僕のこと。なんかすりガラスの、あのすりガラスの話ですよね。すりガラスの話ですね。すりガラスの。あ、でも、あれは、あの、やっぱり、やっぱり家族さんとの、あの、お話し合いの中で。この関、関係性がある先生と、家族さんの関係性のもと、そういう風な形で、盛り上がった一つの。あの、話題でだったような。もっとひどいですよ、僕、あの、ね、あの、すりガラス越しに見たら、イケメンですねって言った。あの、あ、もしかして、納得されてます?。あ、す。 <laughs> 声すごいなんか。あ,ありがとうございます。いいあの、はい、まちょっとわざとね、あの、いい声出そうと思ったら、出せるんですよ。<laughs> そんな感じでこんな感じで行った方がいいですか。こんばんは。みたいな。絶叫これ絶叫です。こんばんは。よろしくお願いします。富山マサですけど忙なったじゃないですか。本当。難しい。いやまあちなみにですねあのえっと遺体管理士っていうお仕事ってあのまあちょっと本当僕は本当よく存じ上げていますあのどういうお仕事かというラジオを聞きの皆さんにあの端的に端的にまあ非常に難しいですねえっと難しいというのがやっぱりご遺体 をこうメイクする管理するっていうふうにすると多分えと一番初めに出てくるのが映なのではいあんな感じというかちょっと違うんですけどあのそんな感じというかそれのもう少しえと専門的な分野を担当してるといいますかねなのでメイクとか着付けとかはまあもちろん当たり前ですねそういうのは。それだけではなくて例えば 医療ですごく難しかったこと医療では治療できなかったことまたは頑張っている最中にそうなってしまった状態をお亡くなりになった後にすぐにシュッとそれを消せる、まあ、2つー 2> ー代表なの,ものはすごく痩せてしまった方痩せてしまった方をふっくらするとかるあとはすごくむくんでしまった方をシュッてダイエット可能です。 ダイエットですかえあ、はい、例えばあの僕があの死んじゃったら僕は痩せたいイケメンにしてもらえるんですか <laughs> でも先生あの体脂肪というか最近は体,体内はほとんど筋肉だといやほとんどではないけどね <laughs> でもねあの最近でも確かに、ね、僕はあのちょっと筋トレが本当趣味になってきまして多分あの人生最高に筋肉があるかなと思ってますけどね 見た目があんまりすりガラス置きましょうでもあれですねの本当その僕は実はですねちょっと前に佳代さんの仕事ってどんな仕事ですかって佳代さんから聞かれたことがありましたよねはいその時に僕佳代さんの仕事がどんな仕事かって僕考えた時に実キャッチコピーを一つ作りましてえっと思ってださいよ えとはい、僕はですね、加用かりんさんは、死から生に少しだけ時間を巻き戻す魔法使いであるというキャッチコピーを作らせてもらいました恥ずかしいこれね、どういうことかというと、ですねこれはあの、本当あの、人が亡くなるって、ですねあの誰にとっても本当に耐え難いもの、うん、ご家族にとって。うん 本当ね知り合いの方にとっても耐え難いものまあそういう時まあ本当その例えると本当にあのね特に急普通に過ごしていたものが本当急ブレーキがかかるような時でそういう時にですねうーんきれいなお顔というかあのご家族にとって一番あの生きていた時に印象深いお顔というので送り出すのが本当に必要な時というのがあるんですね、うん。 なんかね、そういう時に本当に佳代さんの仕事っていうのがすごく、うん、あの一番あの生,き生きるのかなというふうに感じてますけれどもでも先ほどねほらいわゆる三刀流社員のみとみとり送り人の中のごくその専門的な部分をっおっしゃったんですけれどもそういうもう少し。 説明してもらってもいいですか。えっとそうですね。えっとなま何が送り人とじゃ何が違うのかというと、えっとこれは沖縄の文化にすごくどうしてもこの姿勢観であったりに準じてしまうところがあるんですが、まず県外はまあちょっとこの県外の話をするとですね、おつやがありますね。沖縄は大きなおつや式というのがないんですね。ああそうですね。そうなると例えばえっと 5日間え、うん、えと亡くなってからあ火葬まで5日間あった場合にその訃報を聞きつけた方はおそらくも、まあ、し様に電話して「えー、いつ通夜式なの?」って県外ではですね「いつ,いつおつやなの?」って言って何日ですよっていうことであればその時にいらっしゃいますね。なので、えー、一般的な県外のメイクさんとか送り人さんっていうのは、うん、おつやの前の3時間くらい前に入室してメイクして完璧にして。 おつ屋敷に合わせるんですよところが沖縄県っていうのはその不法を聞いた時の電話でですね今本人はどこにいるのかと聞くんですよね質問が違いますねおつ屋敷とか本人はどこにも帰ってきたのとかどこにいるのっていうことを聞きますそうすると家に帰ってきてるよっていう風にしたらもうすぐに来ちゃうんですよなるほどそうすると5日間あるので 5日間いいつででも来ちゃうんんすねろな人がそうなるとあの先ほどの,、ね、あのお通夜、うん、に合わせてメイクをするというところに<っ>と全く違くなりますなるほど。毎日、えー、誰か見に来るので、うんまあ、第毎日こうメイクというかきれいな状態でいなきゃいけないのが沖縄県のご遺体型であるというふうに、うん、あの気がつきまして。<laughs> ごいた方、ごいた方、そうそうそう、やっぱりね。なので、そうすると毎日いい感じをキープするように管理をしますっていう私めがっていう会社。ちなみにですね、あのカヨさんと同じ仕事、同じような仕事をされている全全国にはどれくらいいらっしゃるんですか。私あの出刊日の朝までメイク直しに行くタイプなんですね。でそこを見ると県外にも今いないですね。そうですよね。 あの正直、これね、本当にあの僕、唯一無二の方が、実はその沖縄にいると、実は本当に思っていまして、<laughs> ね、あの多分ご自覚あるでしょ。いえ、あまり膨らるようがないですからね, <laughs> あですねいや、これあの、これ実はあのけん、ちょっとね、謙遜して話されてるんですが、僕ね、すごいなと思うのは、ですね例えば、先ほど、痩せてしまった方の話が出ましたが、ただですね、あの例えば、 うん、ちょっとあのごめんなさいあの僕らのお話がもしちょっとあの聞くのが辛い方はあのちょっと申し訳ないと思うんですが、ただあのえっともう本当に心を込めてお送りしているので、そこはちょっと聞いていただきたいところなんですが、まあ癌の方とかがお亡くなりになった時本当に痩せてしまいますよね。はい、でもところがじゃああのまあ、先ほどねあの一番元気だった頃の家族にとって普通のお顔というふうにお話ししたんですけれども、うんうん、でも逆に急に ほんの数時間とか一、はい、時間とか二時間とかでいわゆる元気だった頃のお顔に一気に戻してしまうと、うん、それもそれで違和感そう,そうなんですねあのすごく私その話を以前先生にお聞きして、うん この段階というのを初めて、えー、と数年前から設けているんですねうん、うん、でそれまで私たちこの遺体従事者のゴールっていうのはうん、うん、綺麗であるとか、まあ、あのね可愛くあ,るあればよかったところがあるんですこの最後の仕上がりがででところがそうじゃダメなんだなと思ってうん、うん、私は家写真に近づければいいんじゃないかと思ったんですね。うんうん なのでしばらく、一番素敵なお顔を家写真に家族さんは選ばれますから目の前のご本人と若干ちょっとねあのお顔が違った時になるべく家写真に寄せればいいんだなと思ってやっていたんですけれどもこの家写真にすぐに戻してしまうと在宅であったりとかそのお見取りまで心をいろんな気持ちがありながら。 こう痩せていくご本人に寄り添っていた家族のこの時間っていうのを、はいうん、私がすぐにふっくらしてしまうと否定してしまってるように見えるんじゃないかと<ー>あの考えましたなので頑張った時間も含めてゆっくり戻していく、うん、そう,そうです,そうですなので、うん、あの必ずお伺いした時にはそれらをやっぱり話した上であの家族さんも ふっくらしてくれる人が来てくれるということで、みんなちょっと構えているところがあるんですね。うんうん、だって痩せてるご本人がお母さんでありお父さんなんですよ。なのでね、いきなり現れたね、あのフォトデの人がこんなふっくらさせてしまったら <laughs>、うん、心が追いつかないですね。でもそういうふうに考えてらっしゃるんだ、ね。そうですね。やっぱり数分でふくわってふっくらしちゃうから、うんうん、で確かにそれは聴聞客から見たらいいかもしれないですが、うん、家族にとってみたら 心がこう追いつかないというところも考えて、うん、まあ先日先生がお話しされたようにこの2段階今、まあ、3段階だったりの,この方式というのを取ってます翌日に行ったらもうちょっとふっくらしてるということで <laughs> これがちょい前戻し3か月 <laughs> <の> <laughs> 要はですねはい、これはあの本当にあの、えー、っとごいまあ本当お亡くなりになってから仮装になるまで実は本当に、えー、っと例えば5日間あるとしたら。 本当に毎日関わってくださるんですね、うん、これまでお願いしたあの患者さんすべてで本当にそう関わってくださって果てはたってあの、ね、あの沖縄本島の北の方の症例でもそういう関わり方、はい、本当に沖縄県内をね北から南うそうあのタクシー運転手みたいだなと思います <laughs> でも本当そういうふうに関わりながら本当に一日一日少しずつ あのベストな状態に近づけてくれて、はい、そういう関わり方をしてくれるこれはです、ね、実はねアレナさんですあの遺体をきれいにしてくださるというだけじゃなくて本当にあの僕が佳代さんを本当に信頼してるのは、ね、家族に寄り添ってくださるという点なんですよね。<laughs> 本当に時間間を5日間かけけて少しずつちょっとだけ でも本当この5日間かけてほん,のほんのちょっとしか巻き戻らないのをさらにちょっとずつ巻き戻してくださるってことでですすよねね <laughs> そうですね、うん、5日もあれば、まあ、あの家族の気持ちっていうのは私統計なんですがどのくらいの安置時間で人は少し気持ちの踏ん切りがつくのだろう、うんまあ、もちろんつかないですけどもどご遺体を介してした時に例えばそれは1日2日なのかそれとも置けば置くほど。うん つ,くつかないものなのかつくものなのかっていう、うん、今まで研究がなされてなかったと思うんですが、はい、私はあの現場で感じるのが<う>あの4日,4日アンチ時間が丸4日あるとあの5日目にというのがな、うんでそうそう丸4日あると5日目くらいにちょっと心が穏やかに旅立てる人が多いかなと思っています。これははは理由は、うん、ご遺体というのは4日目に 一気にちょっと変わる瞬間が、あのガクンと変わる瞬間が必ずきます。<ー>どんな方でもですね。そうなんですね、うん。なのでこの時にやっぱり家族さんが、まあお父さんが、ねうん、旅立つ準備をしてるねって言い出すのもこの時ですね。ああ、いや本当にですね。そのカヨさんのすごいところは、あの本当遺体をきれいにするに本当とどまらないんですあのこれあのねあの現場を見ていただいたら本当にわかるというか、あの。 そうですね、家族に本当に寄り添って一緒に旅立つ準備をだ誰でも本当うろたえている中を一緒に旅立つ準備をあのしてくださる本当にこれはあのやっぱしね訪問診療っておみとりって特に訪問診療ですね在宅でおみとりをする時って、はい、あの難しい点があるんですよ。でこれはですね、はい あの二重の喪失感を味わわうって言われて言れるんですよね、はい、特に在宅のおみ取りでです、はい、ご自宅でのおみ取りというのがですねあの 1, 人は1つはもちろんあのお亡くなりになったご本人ですよね、はい、そのを喪失するでもう1つ実は喪失するものがあってこれはあのそこまで濃厚に関わった医療者なんですね、はい、本当もうターミナルあの、まあ、おみ取りが近づけば近づくほどまれ、あ、わ医療者は本当になんだったらもう1日何回もとか。あの ね、ご家族の元に本人のもとに行ったりとかしますな本当にもうたくさんの人が関わってくるのがある意味ご本人が亡くなった瞬間にもちろん医療者は来なくなるしあるいはそれまでベッドサイドにあったあの医療機器であったりとか、はい、あのもしかするとその介護ベッドであったりとかそういうのも一気になくなることですごくあの喪失感を味わわれる。まあ、そういうい中をです、ね、本当にそのさん に関わってあのいただくことによって、うん、でそこの間を本当にあの埋めてもらってるなっていうふうに、はい、あの感じてます。わあわあわあわーあ。いや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 。ちょっといい感じで褒められて。ちょ <laughs> <laughs> すごいなんかあの <laughs> おっしゃってくださって非常に非常に非常にあの嬉しい限りです。ただおっしゃってることはすごいよくわかります。あ<ー>あありがた。<laughs> はい。本当にあの特に介護ベッドがなくなった時かな。うん 失、ね、感がすごく大きいんじゃないかがらん、ね、ガランって開きますからね。開きますからね、うん、そこまで本当にいた居場所がね、はい、なくなってしまいますからね。そうですねやっぱりあの葬儀に入ると今まで通りに触れられないんじゃないかとかあと。 そうですね今まで通りしてきてあげてたことができないんじゃないかっていうふうに皆さん思われるし実際誰かが介入してあげないとそうなってしまいますね棺桶けの蓋も開けてはいけませんよと冷気、ね、が逃げるから特に夏はそうでしたねそれとかねあの触ってしまったらあの腐ってしまうからとかいろいろなこう情報を葬儀屋さんはおっしゃるのでただ葬儀屋さんは 一番ベストな状態っていうのは綺麗ななままでで旅立つことなんですねそのために触れて悪化するくらいなら触れないで綺麗なままを目的としているのでなるほどおっしゃってることは確かにそれであのマニュアルとしかしながらあの家族さんの気持ちをだって在宅でもう24時間ですよねずっと、うん。はい 隣に、ね、あのいらして気,気,気,、ね、気をかけて、ねうん、いらして、うんね、何ヶ月、まあ、何週間そしてねはたまた1日2日かもしれないけど、はい、その関係性で、えー、ずっといたのにいきなりバチッと離れさせるというのは非常につらいくらねあの葬儀屋さんがそうおっしゃってて冷気、うん、が逃げるから、うん、ドライアイスの冷気が逃げるから <laughs> カモ家のふ開けないでっていうふうに言われても。うん って思ったので、うん、あの全然手とか触っても平気ですからっていうい、そうなんですよね。<laughs> そうそうそうあの手とか足とか全然腐らないから大丈夫ですよ。<laughs> いやこれはね実は本当にカヨさんから教えていただいてて、僕すごく実は、うん、あの本当ありがたか。これももう五年くらい前かもしれないですが、はい、あのえっ、ー、とぐらいにあった症例で、うん、あのまあ本当お亡くなりまあご本人お亡くなりになったんですね。ところがご家族が来るのにどうしても二時間ぐらいかかる。 ってなった時にですねあの僕、あの2時間かよさんからあの手とかは触ってるとずっと柔らかいまんまだって教えていただいていたので、うん、これも柔らかい手でご家族に握手してもらおうと思ってあのずっと揉んでたんですよ。<laughs> ずっとも <laughs> んでてね柔らかいままでご家族実際に到着された時にですに、ね、実は、ね、その柔らかい手に握手してもらったまで想定内なんですけど、うん、もう1つ想定外のことが起こったんですよ。はい、これ実はあのご家族が あ、まだあったかいっておっしゃったんですね。って、まあまあまあ、お,お別れになるようにおそらお僕の体温なんですよね。<laughs> あったかいのはねなんだけどでもこのほんのちょっとのこのちょっとあったかいって感じたことがすごくそのご家族にとっては大きかった。はい 業でだからほんのそうですね本当我々ついついです、ね、治療ばっかしに目が向きがち我々石という食料は治療にばっかしあの目が向きがちになるんですけれどもでもこのほんのちょっとの何かというのがもういかに大事かっていうのをほんと学んだあの一例だったのでこの佳代さんが巻き戻すほんのちょっとの時間というのがいかに永遠のものか。 そうですねあの,、はい、そのお話でそういえば思い出したことがあるんですけど <laughs> あの先生がおっしゃってくださってた、うん、私今でもあのちなみにですねです先生のおっしゃっていただいた言葉っていうのは、うん、私がこうさせていただく中で相当この何て言うかなあの

ききっっかかけけのの話話エピソードまあちょっとじゃあねちょっと後半戦はですねちょっとあのもうすぐちょっと一回前半戦終わらせていただきますけれども後半戦はちょっとそのこの遺体管理士の仕事についてもう少し聞きつつちょっとあの佳代さんご自身のことについてもちょっとえ。え

いかにしてそこにたどり着いたかってね、いつもほらの話すると楽しいから普通に話しちゃうんですけど、でもなんかほらそこ詳しく聞いたことなかったなと思うんで、ちょっとほらこのままだとほらいつもあのあの我々の電話の電話の延長で終わってしまうとか、こんな時はどうすればいいですかいや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 本当そうですね、本当ねもうカヨさんから連絡来るのいつも突然なんでね、そうそうそう、速いが早いのはなんでなんでか、今の今のところあれですね、でもあんまシコなの ねあのー、危ないワードを言わずにここまであ,あの30分過ごしたと,とかでも普段から危ないワードはね言ってないような気があ本当ですか本当ですか先生そんな風なこといやいやそんな目では見ておりません <laughs> 危ないワード <laughs> 危険なね公表できないあのちょっとまたワードは特に、まあ、はいまあというところでまだ、あ、続きまして後半戦ねちょっとまたお送りしようと思いますけれども、はい、じゃ一旦ちょっと CM お送りいたします。

はい改めまして皆様こんばんは、ここからお聞きの方は、あのまあ、あのこんばんはでですすね <laughs> えっとねとあの今日はです、ね、あのいつもと違いま,違いましてあの、ようやく、ね、耳慣れた音楽が聞こえてきましたが、チュライフサポートのはドクター版としてあの1時間でお送りしておりまして、はいあの、30分前から実はお話ししておりました、今日はですね遺体管理士の加用かりんさんをゲストにお招きしてお話をしております。 まあということで先ほどのお話を続きからいきましょうか。はい、よろしくお願いいたします。うんまあでもあれですよね。本当あの僕いつもね、在宅をする上においていつも思うのはですね。あの僕最近思うのは、うん、本当訪問診療行く時にね、僕ね、透明人間になりたいんですよ。はい。透明人間。うん、あの別に悪いことしたいとかそういう話じゃないですよ。<laughs> あの本当ね、あのいや要は訪問診療で何在宅で何やってるかっていうと、まあお家で過ごしている人、そこで過ごしたい人のまあ生活を まあ生活をし続けられるためのお手伝いということなので本当極論を言うと本当透明人間になって行ってやることだけやって気づかれないうちに去っていきたいというふうにちょっと思っていましてでただ本当にいつも思うのはそうですね我々が何かをするじゃないですかでそうした時にはやっぱそこにやっぱご家族が何らかの意味というか をあの勝手にとか自然にというか、はいあのー、見出してくださることが多くてと、うん、いうのをちょっと思ってますけどそのあたり、はいえーまあ、先ほど前半部分で私はあの先生のお言葉をあの指針にしてるとやめてもらっていいですか、はい、背筋が伸びるんですけ <laughs> させていただいてる中のうちの一つがそれですね。 きっ,きっかけはきっかけみたいなまあこちらが作り物語エピソードみたいな家族がさんが作るよというふうなことをお伝えいただいたんですがあ、うん、あの今のお話と同じということでそのとおりですね本当だから僕らが本当に材料、まあ、材料を提供するっていうちょっと言い方がちょっとあの適当じゃないかもしれませんがあの本当に僕らが本当に何か。 をしたことに本当にあのこれってこういうことだったんだよねとかっていう本当にストーリーをご家族が自然と作ってくださると、はい、いうふうに感じます、ね、そうですねあのそういう現場はやはりあの葬儀側になると実は。 目に見えないものをみんなで考える時期なんですね、うん、医療の方々はおそらく目に見えないものをみんなで考えることはないと思いますが、うん、あの最後はまあ思いとかそういったものが最終的には科学的根拠を上回ることが多いです葬儀では、うんうん、でなのでそこに対して根拠付けをしながらその思いをちょっと あのもっとより深いものにして差し上げるっていうふうな形で私はいつも動いておりますうんうん、うん、いやあのですねそこに関して言うとですねだからねそこはおそらくですね我々が特に医療者が忘れてしまったことだと思うんですよ。はい、というのが <laughs> あの結局ねほら あの大昔だったらお腹が痛い時とか、うん、にねあの昔の人は雷様が起こったからだよとかって納得するわけじゃないですか <laughs> あの地震が起こったらあのあの巨大ナマズが暴れてるんだと、はいはい、みんな納得してたわけじゃないですか、はいはい、でもところがそこに変に実は科学というものが出てきたことによって、はい、全てのものが我々説明できるというふうに 誤解してしてまったんんだと思うんですよねそういう中で説明できないものが生じた時に、はい、あのそれを「非科学的だ」とか、うん、でそういう言葉であの全部蓋をしてしまっているでも本来は説明できないことだっていっぱいあるはずで、はい、でも実はその「科学的だ」っていうことも実はね あの、宗教的に正しいとか、その何の宗教って言ってるわけじゃありませんが、はい、あの、この宗教では、こうあ、あの、あの、宗教家がこう言ってたから正しいんだとかって言ってるのと、実は、うん。あの、同じロジック。なのじゃないかっていうと、ちょっと言い過ぎですかね、うん。でも、あの、そういうふうに思ってますけどね、はいうん。そうですね。あの、そんな感じの家族版みたいな感じですよね。<laughs> うん、家族の <laughs>。今までの <laughs>。ね。今までの、その、うん。うん 道があってそこにそういうことがあったから <laughs> たまたま私がそういうことをしたらあのこういうふうになってきたというか何か、はい、そこに本当驚くほど本当にそこにあの肯定的な <laughs> あの肯定的な関わりをすればするほどこ、まあ、肯定的に捉えてくださる方が,ことが多いですよね。 そういえば、先生、突然なんですが私、先生から引き継いだご遺体型で今でもちょっと忘れられないご遺体の中のお一人皆さん忘れられないんですけど皆さんニーズが違いますからねそのうちの一つで先生がやんちゃ系のお話をされたと思うんですが私、生まれて初めてご遺体の顔をやんちゃ系にしましたというこれ、なかなか結構難しいんですよ。 はい多分同業者ならお分かりいただけるかと思うんですがお亡くなりになった方はこの表情がなくなりますからねなんかそれを例えば微笑んでるとか穏やかとか寝てるようはいけちゃうんですがそれにちょっとプラスしたこのやんちゃというのを含ませるという部分であのね先生もあやんちゃ系になられたというふうなあのお話しいただけた時にいやこの方はですね<ー>僕思い出し,ましたこの方は本当に。 もうやんちゃな生き方をずっとされてきてしかも最後までとはいえね自分のことに対して、うん、あの自分で責任を取るということにおいては、うん、本当に完全にかっこよくあの生きた方だなと思って、はい、このやんちゃな表情のまま、うん、あのそしてしかもねその彼をとても愛してらっしゃる奥様が、はい、あのそばにいらっしゃったので、うん、その奥様にとって愛するやんちゃ様。うん ヤンチャ様の顔のまんま、あの行かせてほしいというリクエストを確かにさせていただきましたね。あのそうです。えっ、ー、と私がやっぱり動くその元になってるのは、うん、やはり家族の愛なんですね。そこに愛がなければあの私はまず現れないんですよ。<laughs> <laughs> 愛情が強い家族さんのところにしか現れないので、あの非常にいつもですね、あの私の周りはあの愛愛にあふれてあのおります。<laughs> いやあのもう実はおっしゃる通りで本当にご家族に愛されている方であればあるほどやっぱお亡くなりになった瞬間の,あの悲嘆、うん、でそれから結構おっしゃるのは本当に間髪入れずにこの口閉まらないですか、はい、とかもう少しあのふっくらした顔だったんだけどね、うん、とかって、はい、やっぱ言われることがやっぱり多くて、はいはい、でそれでもうその間髪入れずに、うん、いや実はですね 沖縄には、こういう唯一無二の方がいらっしゃってと話をいつもそのタイミングででも、いつもハードル上げられるので、非常に大んですよがハードル上げてるわけじゃないですよ、ハードル上げてるわけではなくて、起こり得る確実な未来をお話ししてるだけですよ、本当。 そうですねご遺体型というのは <laughs> あの悩ましくなってしまわれるものでして <laughs>、うん、<laughs> ご遺体型っての <laughs> そうそう,そう,そうでもね本当にあの例えば口を閉じてほしいとして <laughs>、はい、口を閉じますね <laughs>、うん、そうすると頬が痩せてるもんだからなんか口がこうお猿さんみたいに出てきてる感じがして <laughs>、うん、なんかちょっと違うと <laughs>、うん、そういうでも何かをこう整えると何かが気になるというところなので <laughs>、うん、やっぱり全部をい 1>, い1回でねこうあのお直しお,<ー>お直しというか表現があれですけど <laughs>、はいまあ、そういうふうな形で、うん、あのさせていただくということは、うんうん、家族の,そのいちいちこう悩,悩むことというか、うん、あの希望が、うんあのね、やっぱり家族さんもこういろんな気持ちがあるのでうでもね本当に僕,のい僕の中ででも佳代さんにかかってもらった中で一番本当印象に残っているのは本当 ね、あの若いお母様お母さんが、はい、あの幼い娘を、うん、あの残してお亡くなりになったことがあったんですが、はい、あのでも本当どうしてもその子どもさんの心の中に一番綺麗なお母さんの顔を僕はちょっと残してあげたいというふうに思ってそれで佳代さんにお願いさせてもらってそしたらねその言葉一緒に確か聞いたと思うんですが、はいあのね、娘さんが途中でね、うん お母さんきれいって言いましたよね、うんうん、本当に、あのあ、よかったと思ったんでですすよねねそうですねあの私に依頼くださる目的って、いろいろあると思うんですね、うんうん、この痩せてるのふっくらとか、うん、むくんでるのダイエットとかいろいろあるんですが、うん、やっぱりその中で私が大切にしているのは、うんはい、この子どもちゃんたちへの対応なんですよ。 なので、えー、とすごく気を使って、うん、やっぱりその場にいるときにどういうふうにお母さんと接せられるのかとか、うん、あとは何ができるかあということ、うん、そういうところも考えながらあのしてますから多分ね、うん、口紅を塗ったとかそういうのもそうですけど最後に、ね、お母さんのために何ができるかというところをもう模索しながら今でも考えてますね。い まあでも,あれです、ね、でもあの本当にあのねここまでね本当遺体管理士という仕事がどういう仕事か、本当ですね、あのこれ、もしあのラジオをお聴きの皆さんがですね本当愛するご家族を亡くされたあの時にもし今日の僕らの話を思い出してくださったらあのえっと株式会社おもかげ、はいあ、会社の説明もちょっとお願いいしてす私は沖縄県で、ご遺体管理専門会社をしております。 えと南部、うん、沖縄県の浦添市に事務所はあるんですけれども、はい、全党対応しております <laughs>、はい、今どうしても仮葬まで長かったり暗示時間があったりとかもするのでその日々の変化っていうのをちょっと あのちょっと不安でありつつもまた一緒に受け止めたいなっていう方のそういうお悩みとかにも対応できますし、まあ、なぜ毎日お伺いするので、はい、私はあの出日が一番美しくあるべきだと考えています、はい、やっぱりあのようにね旅立つ時のような気がするのでるそれであとねもう一つなんですけどははちょっと長くなっちゃうんですが皆さん最後の日に棺桶の蓋を開けてお土産とか入れるんですよ。はい、この時に 私のご遺体方、私が見させていただいているご遺体方は匂いがしないですなので無臭で旅立てますあのご遺体と匂いというのはセットなんですけどなるほどですね、確かにそういうのもそういう承知をしたりとかまあそういうことご遺体全般を受けたままっておりますこれちなみに香葉さんにお願いするときはどういう手順でお願いしたらよろしいですか直接お電話をいただくのが一番ですね0九八 98848074807これは市は同じロゴ同じ <laughs>、はい、ですあれですね会社は株式会社面影そうですね<当>株式会社面影、うん、あれを遺体管理士沖縄とかで検索しても出てきますかね結構ヒットしますね、はいはい、あのそういう方がいらっしゃるということをね本当に皆さんあのぜひ覚えてていただければと思います と思いますあそうですねちょっと一旦ですね後半はですねあのちょっとあの佳代さんがあのこ,んこういうこのお仕事にいた至るまでの話をちょっと聞, <laughs> 聞きたいと思っておりますがちょっと一旦ちょっと CM お送りいたします。 そうですね、えーとはい、改めまして、はいあの、後半戦はですねちょっと佳代、えー、さんがあのこの,あのお仕事にたどり着くまでというところをお話ししたいんですが、はい、ちょっとあのコメントも来てますねあの亡くなっあ、亡くなってまで名誉を重んじることはないですよね、まあ、ゼロとはしないでも、えーとで、コメントをいただいて、そうですね、実は佳代、ね、さんとの,このお仕事って名誉を重んじてるわけではないですね。 これは僕らが重んじていることってもう一回あの説明させていただくと何になりますか私ちょっとあ,のあまりあの難しいことがよくわからないくて <laughs> 難しいことをいつも考えてないんですが <laughs> ただ私に依頼があるのはその名誉とかただ,ただ個人のことをすごい好きだからじゃないかなただそれだけな気がします。で例えばば名誉ののためににれいにするというのであれば 今は例えばそれこそエンバーミングとか、うん、いろんなやり方があるんですね,ですねただ私のその途中の部分うんと個人との触れ合いっていうのは別第三者が見てるわけでもないので、うん、おそらく家族と個人とのになるとどういうことなのかな、うんまあ、そうですねでも本当にねご家族とご本人の,あの旅立つ準備を本当共同作業で行ってる。 そうですそうですあの出棺で、うん、出棺日でもう決まってるんですね、うん、仮装してもうお別れ日が決まってるのでやっぱり亡くなってからそれまでにあの心を整えていかないといけないと、うん、あの思っていますそのお手伝いかな、うん、そうですね本当、うん、ね愛する方が亡くなった時のあのご準備を一緒にしてくださる、うんはい、あの歌謡さんですけれども、うんはい、お願いします<の> <laughs> お願いします <laughs> <laughs> あのちなみにあの本当よくねこ,うここにたどり着く 着くまで <laughs> 何をしてた <laughs> ああ,あえっ、ー、と。 そうですね。あ、えっとあまずずっと昔このこういう遺体中実に最初入ったのはえっと送り人の会社で入ったんですよ。あなるほど。うん。その時最初いわゆる送り人やってました。あなるほ付けパフォーマンスやってました。突付けパフォーマンスって言った。あれはパフォーマンスしてそれを対価でお金いただいてるからしっかりとやらないといけないですよ。映画さながら映画の送り人っていうのがあったんですけど、はい。なので。 ああいうの頑張ってたんですが、うんえー、それに入ったきっかけはハローワークで、はい、あの見つけましたああそうなんですねえ、うん、じゃあじゃあその仕事じゃなくてもよかったってことですかあ全然よかったあの正社員募集っていうのがそれだけだったんですねたぶん私あ<ー>あの何も持ってないのでただの高卒ですから、うん、そうするとあのもう限られて免許免許あればいい39歳までって書いてあるんですよ ポッと入りました。あ、そうなんですね。でも、はい、じゃあ,あのその時にじゃそのいわゆるその送り人の仕事が、うん、にいわ違和感を感じたということになるんですか。感じました。うん、最初は惰性で何年かさせていただいてたんですけど、沖縄県ですごく感じたのはおそらく関西にもこの出張みたいで行くんですけど、はい、関西の方と沖縄県の方の姿勢感が全然違ってたからなんですね。ほう。はい。沖縄県はやはりあの先祖崇拝で。なるほど。 県外は弾貨制度っていう大きな市の考え方が違いましたね。なので最後まで綺麗な顔で旅立つ。そしてあの世に行って先人たちに挨拶をするためにお土産だったりたくさん持っていくのが沖縄県の考え。で弾貨制度はね、うん、あの世にやっぱり修行しに行きますからあの城主族来て四国のお遍路様みたいな。そういうことなんですか。そうですそうです。です <laughs> だからあのねあのまあまあ考え方との、うん。 でも基本になってるのは仏教だとそういうことですね。うんうん、で沖縄の場合はね、あのだから顔のクオリティを高く求められてました。あの沖縄の人たちは。いやだからね、うん、実際の僕も実は沖縄僕はさ沖縄生まれではないんです。はい、沖縄出身ではなくて、だから本当はあの沖縄県で初めてあの患者さんお見送りした時に実は、うん、そもそもいわゆる普通の服を着てらっしゃる。はい。 今と内地でもそういう方多くなったかもしれませんが、あの白装束じゃない服を着てるっていうのがまずびっくりだったんですよね沖縄で九十八パーセントぐらい普通の服ですね。まあそうですよね。はい、ででそういう中でその違和感がどんな感じで増幅してったんですか。はい、<laughs> ありましたねあの結局映画では、うんはい、あのまああのね書いていただいてるのかなモクくん。 はい、本木さんが主人公だったんですよ、はい、でも現場では、個人様が主人公だったんですね、これに気がつくのに何年もかかりました、あね、まず、あまあ。そうか、映画の中でも、まあ、どうしたって映画はそういう風うに作るからであります人。 そのものがその主人公になってしまうけれども、はい、でも実際の現場では、うん、あの主人公になるべきは本当は亡くなったご本人でありそうですねうん、うん、でそうすると「送り人」という名前もすらも、うん、あのやっぱりあのなかなかうんって思ったことが「送り人」っていうのはそもそも家族である。うんうん うん、送り人を送る人は家族であって、私の立場は送り人をサポートする人だというのに気がつきました。なるほど。あ、それは本当その通りですね。はい、送り人は確かにご家族ですね。そうです。なので本来であれば、<ー>そう家族がしなきゃいけないことを我々が取ってたんだなということに気がつきました。で、その中で <laughs> あのちょっとあの技術と言って申し訳ありませんが、はい、技術の習得。 場に関してはどど、はい、どういう修行修行というかそ,そうですねあの現場のやっぱりあのえっ、ー、とこれはななんていうど読学とか言ったらなんか言葉がなんかちょっとなんか嫌味みたいになっちゃうんですけどそんなことなくてですねあのあの読学ですね、えー、そうなんですか <laughs>、はい、あじゃあ本当にあ本当にじゃあカヨさん本当に唯一無二なんですね <laughs> うん誰か教えてくれればよかったんですけど、えー、それまで知ってる人がいなかったですね。 世いやほんとにねあのちょっとねなかなか本当もしかしたらその皆さんにねあの伝わってるかどうかあの伝わってればいいなというふうに思ってるんですけれどもほんとに佳代さんの遺体管理士佳代さんのようなあの遺体管理士の方がいらっしゃる地域で本当にそにターミナルケアだったりそのおみとりだったりってできてるっていうのは、はい。 本当に幸せだなと思ってますが、うん、いやそれが幸せなことなんだなということにさらにちょっと気付かされましたね <laughs> でもあのご遺体型に本当に私県外でもあの、うん、皆さんそうやって毎日管理,したら管理してあげたらいいのにって思うのが、うん、亡くなった方もね明日があるんですよ。ほう つまり明日があるのになぜ1日しか見ないのかっていうところで1日ちょっとメイクして終わりではなくてやっぱり翌日の状態も見に行ってあげるっていうのはなるほどですね必要不可欠なんじゃないかと思ってますす、ねまあちょっと違う話かもしれませんが僕は本当お見取りをしてあの患者さんのところからあの出ていく時あるじゃないですかなんかねなんかついついねいつもねまた会いましょうねって言いそうになるんですよ。うんはい まあまあちょっと、まあ、言っちゃってますけどね。本当先生また会いましょうまた会ってくれるんですかとかって言われたりすること多いですけどね、はい、<laughs> また会いましょう <laughs> また会いましょう。<笑><笑>でもね,ま,ねま,ま,たまたいつかね,本当ね亡くなった方とも合流する日はきますからね。はい <laughs> 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 なるほどでえ大体、えっと、沖縄県で、ね、お仕事として遺体管理士って。はい というお仕事をし,だしたことは大体それれからどれぐらどいだすんですか2017年にあの遺体管理専門会社を作って、はい、やっぱり毎日行くことで、えー、と私は今まで、まあ、何名もさせていただいたんですけど1日たりともですね 1>,、はい、1日たりとも1回たりともあ今日来なくてよかったなこのご遺体って思うことが1回もなかったなるえじゃあ,あれですかじゃ意外と今気づいたんですけどあのほらあの、ね、あの出会った頃ってじゃ始めたばっか昔の頃なんですか なので<お>あれからやっぱりいろんな経験とやっぱりそれに対する、まあ、裏付けの,その知識があって経験は生きるのかもしれないんですけれどもそれよりもやっぱり先生の,あのいろんなあのお言葉を指針にさせていただいてやってますからいいありがとうございますいやでもじゃあ,あれですねいや本当に今気づいたんですけど僕が大体本当に訪問診療っていうのを真剣に始めた頃と本当に あ、そうですね。ところですね。すすはい、いや僕も話しましたっけ？僕は実は訪問診療もあの訪問診療のこと、何も知らずに始めたんですよ。だから、その意味では僕は実はどあのいろんな人が教えてもらいました。けれども、はい、本当あの独学というか、あのスタートは本当に。あの実は訪問診療というものに訪問看護ステーション。 とというものがあるとか知らずにに本当に思いだけで始めてしまって始めた瞬間に焦るっていう経験をしたことがありますがでも自分がその訪問診療医としての歩みと佳代かかさんの歩みが大体一緒だっただっいうのはっとっで、ね、ありがたくもとってもと嬉しいです、ね、少しでもあの沖縄県の皆さんのために頑張りたいという気持ちは同じであると。 本当に本当にいや完全に本当僕は、ね、いつも思うんですけれどもねあの完全にその訪問診療にしてもあの診療何でもですがチームで行っていくものですけれども、はい、本当に佳代さんはその中でも本当に大切な。 あのチームメイトだなあといつも思わせていただいておりますので <laughs> いえいえですね <laughs> あ,<の>ありがとうございます皆、ね、さんお気づきと思いますね意外とですねカヨさんって褒めると照れるんですよ私あの褒めあそうそう私なんか多分ね、はい、さっきのお家の話をあ,、うん、あの家が褒める家じゃなかったから。 あの、いろいろあるんですね。愛がない家だったんです。いやいや、そんなことない。本当、本当、本当なんですよ、これ。愛探し。あの、逆に、あの、目ぱい甘やかされて育った。そんな感じ。そんな感じ。あ、だから、なんか話してていいのかもしれないですね。愛を求めてるんですね、私。いやいや、僕はね、本当ね、もう、あの、ね、自分が甘やかされて育ったんですね。あの、あの、甘やかして、そだ、甘やかして育てていいんだと思ってますよね。これからも、僕のことは、甘やかして。言っていただければ。 こんな感じで本当に、ね、ふ普段の電話の,電話のやり取りをそのまま電波に載せてしまうような感じの放送になってしまうともうちなみにあの、うん、今後の、ね、あと1分少々ですけれども今後<お>あのどういった展開というか目標というかそうかそですねやっぱりあの今年の目標2024年の目標の,あああの巨漢ダイエットは成功しました150キロを130キロにする。次にやっぱりあの えっと子どもの兄弟児とか、うん、医療的ケア児の部分に入りたかったですね。すねそういうふうになればなと思ってます。でも本当ね本当もこの夢は果てしなくというかね,うね本当もあの、うん、でもね家族の沖縄の家族の愛とともにこれからも。 あの一緒に頑張っていきましょうというところで今日です、ね、本当はあのチュライフサポ,ーサポートドクター版あ1時間バージョンということでお送りしましたが本当にあの、ね、貴重な話を聞けたと思います。<laughs> まあ今後ともねまた加代さんともまたいろいろ頑張らせていただきながらと思いますのでいす、はい、今後ともよろしくお願いいたします。ということですね、まあ、以上あのお送りいたしましたチュラライフサポートのはドクター版でした。まあ来